こんにちは、球速140キロ投げたい男です。今日は球速を測りに来ました。ベースボールパーク長井さんというところでのバッティングセンターで測っていきたいと思います。それでは打ちます。先ほどバッティングセンターのストライクアウトで球速を測ってきた帰りなんですけれども、まずその、今回の球速測定についての感想というか振り返りを、ちょっと一言二言、三言もしくはそれ以上ぐらいでちょっとしていこうかなと思います。今高校野球では、夏の大会真っ最中であると、各地で球児たちが全力を尽くして熱戦を繰り広げている最中であり、世界に目を向けるとオリンピックの開会式が終わり、東京でオリンピックが始まったと、そんな中でのこのタイミングでの今回のこの球速測定っていうのは、これは言うなれば自分にとっての夏の大会であり、オリンピックであると、そう言っても過言ではないんじゃないかなと、思います。そこでですね、今回の球速測定についての感想なんですけど、前回球速測ったのが今いつか忘れちゃったんですけど、結構前なんですね。その時と比べると、成長したなっていうのが、自分の実感値ですね。140キロを今目指しているので、140キロ出なかったっていうことは、心の底から悔しいんですけれども、正直なところ、出る気がしなかったと、今回測ろうとしたんですけど、出る気がしなかったんですけど、球速が伸びてる気がしてたんですね。今回出た数値が結構ピンキリだったので、どこをどう信じていいのかよくわかんないんですけど、前回に比べたら成長したなと、数キロ速くなってるんじゃないかなっていうのが、思います。それで、モチベーションっていうのもさらに上がりましたね。このままもっと伸ばしていけるんじゃないかなというふうに思っています。はい、そして球速が伸びた、成長があったっていう面に関しては良かった点であると思うんですけれども、目標が140キロなので、そこを考えるとまだまだなんじゃないかなというふうに思っています。それに加えて、球速の、伸び幅っていうのが、緩いんじゃないかなというふうに思っています。それでですね、今後なんですけれども、引き続き140キロに挑戦していくと、何個か言い訳をするとしたら、まずスパイクじゃない、ボールがバッティングセンターのボールで投げづらい、マウンドじゃないっていう、様々な、
言い訳が、まあ、できるんですけれども、まあ、正直その全部の言い訳を解消したところで、まあ、正味球速っていうのは、まあ、大して変わんないんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、ですが、まあ、ちゃんとしたやつ測ってはないので、まあ、何とも言えない、まあ、そんな中にもですけれども、まあ、そんな状況なんですけれども、